とうございました。どうでしたか今回のコンサートは。今回のテーマがね、継承っていうテーマだったんですけど、私継承っていう言葉を知らなかったので、今回のコンサートで、あ、継承ってこういう意味なんだと思ったんですけどね。まあ、リノは特に継承ブロックに出てなかったんですけど、まあ、これからの HKT のことをいろいろ思っての継承っていう今回はねブロックでねやらせてもらったんですけど、皆さんどうでしたでしょうか。そうよ、確かになんか前髪が重たく見えるけど別に切ってないんですよね。なんですけどね、これからのね12年目の HKT は多分またどん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 またね先輩もいなくなっちゃうだろうしさ、変わっていく HKT だと思うので、それにその変わっていく HKT に何か少しでもね残せるように私も頑張ろうと思った一日でした。うん、何かね頑張ろうと思った一日でした。なんかそんな感じ。今日のコンサートは難しいですね、そういうなんか継承とかは。なんですけどファンの方がいっぱいいてくれてて、それがすごく嬉しかったので、ずっと探してたよりのどこにいるかなとか。配信は皆さん見てましたか。配信勢の皆さんは私映ってた。リハーサルの時にカメラで映ったところは結構見るようにしたんですけど、映ってたかな。どうですか、なんか可愛いこと言ってたかな。てーてん、あ、そうです、リコピーさんからバスローブを継承しましたね。夜はね普通の巻き下ろしにしました。ちょっとおしゃれな感じ。髪伸びたねっていっぱいの方に言われたんですけど、ちょっと切ろうかな。3階にもリノちゃんの推しがいっぱいいましただって、ありがとう。ゆうちゃんのことでもっと大好きになりましただって、ありがとう。今日うちは目の前のリケータだって。そうなんだ、うちはもうリケータの、ありがとう。ゆうちゃんお疲れ様だって、人生初めてのライブが今日のライブでしただって。嬉しい。誰推しなの。ピコ、わからないけどスタバだね。ありがとう。土曜の夜に目が合った気がしますだって。でもうねコンサートはね広いのでね、私もいっぱいの方と目を合わせようとね、もう全員と目を合わせようと頑張ってるんですけども、目が合ったと思い込んじゃっていいと思います。劇場公演でもそうだけど、もう特にコンサートはもう自分と目が合ったって思っちゃっていいと思う。もうそうそうそう、都合よくね、目があったんだからくらいのが多分楽しいと思いますよ。楽しいね。え、それもらっちゃったって思っといてください。私も本当にあげてるからね、いっぱい見てるからさ、画面越しで目があったのが分かりますって。ありがとうございます。そうね、今日仕事でしただって。あ、そうなんだ、仕事だったのね。カメラ目線が、あ、そうね、今回亀子さんがいたので、亀子さんの皆さんいっぱい写真をあげてください。坂本里乃です。坂本里乃です。坂本里乃です。
コンサートなのでバッチリメイクにしたんですけど、どう思います？涙袋とかもしっかり描いたんですけど、まつげも上げてキルリンで、ラメも普段あんまつけないんですけど久々にラメをつけてみたりとか、なんか肌もさ、あ、そうだ、今日おすすめのパウダーをみんなに教えようと、女の子ファンに教えようと思ったんですけど、これ忘れちゃった。メイクサロンだったんですけど、なんかね、今日はねいい感じにねしました。もうね、まつげもこれはヒルドール何にもしてないんですけど、可愛くない？ラメ可愛い。だってラメはね、何のラメ使ったんだっけ、メイクさんのラメを使ったんです。ほら見て、この角度見て、キラーンってするでしょ。これとかを可愛いでしょ、載せました。今日サンプルスで見させていただいたと思っています。だって思ってて、すごい、ネームビーオタクです。だってネームビーのハノちゃん、ネームビーのファンの方です。ここ停してくれるのすごく嬉しいです。だってあー、ここ停するの嬉しいって言ってくれるけど、私ねあれなんですよ、目撃者公演なんですよ、チーム H なので。はい、チーム H なので目撃者公演なので、もうバッチバチのかっこいいをちょっと極めていけるね。イセットはさ、平等にさ明るい曲も暗い曲もあったんですけど、目撃者公演は結構暗めの曲が多いので、ユニットとかもさ、なんかあれだからさ、なんかどんな H になるのかなって楽しみではあるんですけれども、雰囲気がもうガラッと変わりそう。でも目撃者ってなんかなかなか得られない公演なので新鮮だし、みんなもコールをねするの難しいと思うんですけどね、お楽しみに2月だからもうちょっと時間があるんですけど、その前にH の千秋楽があるので、もう私どうなってしまうか、もう今からすっごく寂しいんですけど、まあ H とのね残りの時間を楽しみにね、リコピーさんとの時間もちょっとなので、めちゃくちゃ楽しみだって、めちゃくちゃ楽しみだよね。私もすごく楽しみで、なんかこれを機にかっこいい曲というか、なんか極められる一面になれたらいいんじゃないかなってすごく思います。目撃しに来て、目撃しに来てください。でもここ点もやりたいのよ私、あれもやりたかった、アイドルの夜明け公演めちゃくちゃ行きたくて、アイドルの夜明け公演がやりてみたくて、アイドルの公演なんないかなとか思ったんですけど、ならなくて目撃者公演でしたね。チーム A の時から見てきたのですごい楽しみでした。って、おお先輩や、リセットいっぱい行けるようにします。だってそうね、なのでリセットにいっぱい来てください。もう絶対来て絶対来てください。もうあと何回かしかないかもしれないじゃん、もしかしたら下手したらね。なのでもう絶対来てください。何があっても今後のされるリセットは、もう今の H で見るリセットはもうないんですよ。もう終わりになるんです。第 H の H が終わるんです。なので絶対来てくださいパイオニアが好きなんですよ私、ずっとアンコールが結構好きで、そうパイオニアもめちゃくちゃ好きなんです。でもドキドキ、今帰りました。だってありがとう。有給ください。だってはいあ、そう、下野さん卒業公演出待ってたんですか、メンバーが。下野さんの卒業公演に私出れることになりました。
下野さんのことお祝いできますよ。お祝いってかお見送り、卒業をお祝いしてね、お見送りねしてきますよ。皆さん安心して、私も選ばれてよかった。おめめとだって。寂しいけどね。本当にもう信じられないけど、なんか下野さんが卒業しちゃって、リコピさんも卒業しちゃって、なんか今回のコンサートとかもさ、お二人がいなくなることがさ、なんかもうすごくわーっと思っちゃうからさ、心配よね。さっき優勝だったけど楽しかったです。だってありがとう。うちは見えてたよ。ひろたんありがとう。くーもあかじゅんじゅんもなるちゃんもたかさんもふらんもガオガオもなつきくんもさっともふらんもくわちゃんブラボーだって。ありがとう。ブラボー。しらめフライもありがとう。あと何かな。お疲れ様でしたらと。お疲れ様でした。でもパラドラにも出させていただくので、パラドラ出たいって言ったんですよ。リノ9日出たーいって言ったら出れました。うん、シアターの女神ようやく会えたね。素敵な君がいる。シアターの目に初めてここに来れた。テレビやグラビアより輝いた。こんばんは。だってこんばんは。素敵な君がいる。シアターの女神。にょちゃんのおかげで元気出た。頑張れるんだって。嬉しい。今も元気出たよ。うちは持っててくれて嬉しかったよ。ペルズラに行くかリセットに行くか迷ってるけど大丈夫。リセットだよね。だってうん、リセットリセットに来て。痛いのは大丈夫でしたら。って何が痛いんだっけ。今足だっけ。足はまだ痛い。しゃがむと痛いんですよ今足が。パラドラは終わらないよね。だって終わらないんだと思うけどね。パラドラ公演もあのあんまり来たことない方いっぱいいるかもしれないから来てくださいですね。でもリセット来てほしいです。コンサートに行くとなんだか初心に帰った気がします。だってなんか楽しかったね。455日、945日ありがとうございます。初めてここに来れた。僕たちは目撃者。テレビやグラビアより。凌介さんありがとう。くじなきもありがとう。ひろたまなおるもありがとう。なんかね今足にね休息時間って知ってる？休息時間って言ってなんか冷たいやつがあるんですけど、それを足に貼ってるんだけど、もうめっちゃいいの。めちゃくちゃいい。
わー、ありがとう。今さ休息時間を張ってお家に帰ってきたんだけどさ、めちゃくちゃめちゃくちゃもうなんかズーンってする。うん、大好きだって。あったからのお仕事もらって、わん、今日もいたの分かったよ、りのうちは。ありがとうね。おー、犬夜公園の亀戸席、いのちゃんレスたくさんくれて最高でした、だって。ありがとうございます。乗せてください、乗せてください、ぜひ。本当にね、亀戸の皆さんね早いんですよね。あのね、すぐに乗せてくれるんですよ。もう乗ってたりするかな。お、自分のショールームの写真でいっぱいだ。ほら見て、もう夜公園の写真。花道に出たんですね今回。栗山里奈さん、傘を返してくださいって言ってますよ、だって。リノ、あの傘はどこに行ったんだ。傘？え？え？いや、覚えてるよ、めっちゃ覚えてるんですけど。あの傘をどこに置いたの。え？え、家のさ玄関のとこないっけ。やばいよこれは。でもねさ、ショールームで行っちゃあかんやつよ。姉さん、ショあれ待って、本当に思い出せない。ボード見つけてくれてありがとう、だってありがとう。待ってね、そんなことよりね、今ね思い出さないといけない。仮パクはダメです、だってダメです、ダメよね。でもどこに行ったかな。あれ待って、本当に思い出せないの。え、ビニール傘あれだよね、ビニール傘なのは覚えてますよ。それに借りたもんです、ビニール傘。でもいつ覚え、いつ借りたのかも覚えてるよりの。あー、かわいいの飛んできた。この話、このアザラシでこの話を終わらせてしまおうかな。洋介さん、ペンギンありがとう。うん、タムソンありがとう。母だ、母もありがとう。猫ガオもありがとう。なつきくんもありがとう。クジナキもありがとう。赤いグリフォンもありがとう。フランチュラミフライもありがとう。もう今話を紛らわせようと思ったけど、アイテム読み終わってしまった。置きっぱなしな。でもね、なんか返さなきゃと思ったんですよね。返さなきゃと思って、それでどこに置いたんだろう。家の中にあるか
事務所にあるか、事務所にあるか、それからどこかに置いてきてしまうとかの三択だよ姉さん、ごめんね姉さんごめんね、ごめんね、ビニール傘よ、ビニール傘、にょちゃん大好きやーだって、ありがとう。まあ剥がしてみますそうなんだ。あでもね、本当に返さなきゃと思ってたんだよ、りの。でもリノはね、ちゃんとね謝ることができる人なのでね、母さんごめんね謝りましたちゃんと謝ることができる人です。反省しろだっていいの、今ニノは今ショールームをしながら一生懸命考えてます。とりあえず忘れようだって、もうせっかくコンサートでさコンサートでさ、やったー終わったーってなってたのに、なんでこんな怒られないといけないねん、なんでなんでこんな、なんで今日行ってくるのかな、ニノも怒ってき始めてしまったニノも怒ってしまったあとなのに、なんでこんなにの母さんのことで怒られないと、返せる人になりましょうだって、なりましょう、人のものは返しましょう。コンサート後なのに、なんで今日言うんですか、なんで今言うんですか、どうしてですか。いのちゃんそれ逆ギレって言いますだって、これが逆ギレっていうのか、これがまあでも探します、明日探す、会いたくて嫌になる、聞き分けが良くない自分、何度も繰り返し、嬉しい、イノ久々に見たら可愛くなりすぎてたまげましたすごい、そんなにたまげた、ありがとう、たまげたらしいです。
じゃあ可愛くなってた？でも最近可愛くなったねってめっちゃ言われる。自分で言うの恥ずかしいけど、言われるのは自分で言うの恥ずかしいけど、可愛くなったねっていっぱい言われます。嬉しいです。タラタタタラタタタタタタケフォータラタタタラタタタタタケフォーピュア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 。45分までに終わりにします。 HKT イエイエイエイ、いつもネタなチーム K4 ピュアピュアピュアピュ ア, ピュア、美味しいお肉みたいな、ピュア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 、ナナ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 ナ、またリノに会いたい。だって会いたい。今日のライブで見てました。だって可愛かったです。だってありがとう、ありがとう。最強お博多が夢を見てる女の子って磨く前のダイヤみたいね、そうそんざきだきなしてる夢を見てる女の子って、磨く前のダイヤみたいね、いつかかおすすめチームは H。 タタタラタンタタタタタンタラタンタラタタタン、HKT オタク、オタク戻りましたって。ほんと？いのちゃん推しで戻ってきてよ。ピュア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 。お母さんにね、目が大きくなったねって言われた。夢を見てる女の子って磨く前のダイヤみたいね、そうそんな気な気がしてる夢を見てる女の子って。リセットをコンサートで聞くとテンションが上がりました。わかる、めっちゃいいよかったよね。しかも10人でやったんですよ今回は。もう今の H だけでやったので。そうなんです。写真をたくさん撮ったら疲れました。だって何枚くらい撮るの、亀子さんの皆さんって。何枚くらい撮るの。おすすめチームは H。 あー、どこ行っても大好きだったの。だって、あー、重たい愛が大好き。あれでしょ、なんだっけ、 K4 のとこなんだったっけな。おおいしいお肉ピュア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 みたいな、そんな感じだよね。どんな、なんだっけ、 M の、あなたが誰だがチーム警報、ピュア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 、おいしいお肉ピュア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 。7000枚くらい、1万枚。へえ、神子さんのライブ中に電池を変えたり SD カードを変えたりして大変そうでした。だってめっちゃ見るやん。すごー、手伝ってあげたいのが。
友達、あ、おみおしりきを、おみおみしりおきをなんだ全然違うやん。おいしいお肉みたいな感じかと思ってた突然おいしいおきをピュア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 。最近友達が公園にぬっちゃんファンになったらしいですとって。紹介して今度僕の友達って。かゆかゆ、背中がかゆい。亀子さんの皆さんの写真を見るのがすごい楽しみだな。期待しちゃおう。夢を見てる女の子って磨く前のダイヤみたいね。ああ、もうそろそろもう眠たいです、りのちゃん。眠たいです。なんかさ、今日お家帰った瞬間めっちゃいい匂いすると思ったの、自分の部屋が。めっちゃ自分の部屋がいい匂いすると思ったらさ、なんかいぶきから誕生日プレゼントにさ、シロっていうブランドのさ、なんかディフューザーをもらって、それを今日昨日の夜突然開封して、あのそうつけてみたのよ、部屋に置いてて。そしたらさ、めっちゃ今いい匂いするのね。そのそれかな、めっちゃいい匂いする。だけどすごいいい匂い、ピュアピュア。いい匂いだと思ったでしょ、リノがショールーム始めた瞬間思ったでしょ、思ったでしょ、思ったでしょ。皆さん、ゆのちゃんがショールーム始めた瞬間、めっちゃ今日いい匂いするやんって思ったでしょ。めっちゃいい匂いするのよ。でも、うん、思ったでしょ。なんですぐ言わないの、なんでショールーム終わるときに言うの、なんで。汗汗です、汗汗汗汗汗汗。めっちゃいい匂い。メールで送ってくださいだと、分かりました、送ります、送ります。だからそれでね、そうなったのかなって。そうよ、疲れたー、うー疲れた。もうメイク落とすのめんどくさいし、お風呂入るのめんどくさいし、髪の毛乾かすのめんどくさいし、これがライブ終わりのもうダメなところ。でもダメだ、絶対入んなきゃダメだ。今寝ようかなって言おうと思ったけど寝よう、今もう寝ようかなと言おうと思ったけどさ、言うのやめた、えらーい寝ようかなとマジで言おうと思った、もう寝ようって。お風呂入ります、めんどくさいよ。だって今からメイクを落とすのを
あるんですよ。でメイク落とすのも今日はちゃんとメイク落とさないとメイク落ちないんですよ、しっかりしちゃったから。でも考えてみて、これ9時くらいにしたメイクでこんな綺麗なんだよ、すごくない？じゃーん、めっちゃ綺麗にできました。で終わりにしたいと思います。お風呂入ってでバスローブの写真をあげるからって、もう私のさバスローブの写真がいっぱいネットにさらされてます。いっぱいいっぱいいっぱい、もうね、あのね、自分の名前を検索したらね、自分のね写真がねいっぱいいます。しかも意外と可愛いんです。あのどんなにさ、あのシャワーキャップとかかぶってても意外と似合っててしまって笑ってしまった。ね、笑ってしまった。ね、うざんのかっこいい写真ある方いませんかね。うざんやっぱ難しかったんかな。うざの衣装で写真撮れなかったのでね、うざの写真欲しいなと思ったんですけど、やっぱ踊りが激しいからさ、めちゃくちゃね、うざ頑張ったよー、えいち。暗くて難しかった。あ、そうなんだ、やっぱ難しいんだ。しかもめっちゃ動くもんね、止まらないからね。じゃ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 ズン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 、だだ、このリノがさうざほろれるようになったってすごくない？ね、すごいよね。いきなりありがとう。くにさんありがとう、吉田さんもありがとう、なるちゃんもありがとう、てっちゃんもありがとう、なつきくんもありがとう。てれん、なので皆さんも3日間ありがとうございました。市民会館、ニコ生、サンバルスと3日間ありがとうございました。12年目の HKT とりのちゃんの応援をよろしくお願いします。大好き。13位がじゅんじゅん、12位がガオガオじゃないや、11位クジラッキー、11位がサットン、10位がヒロタン、10位がクワちゃん、8位がニシプー、7位がなつきくん、6位が赤いグリフォン、5位がフラン、4位がアッキー、3位が母、2位がりょうすけさん、1位がパッパカパー、ハスポのてっちゃんでした。てっちゃんありがとうございます。よろしくね、これからも応援頼んだぞ、ありがとうございます。てっちゃんでした。みんなも見てくれてありがとうございました。ではおやすみなさい、また明日ね。あいたたたた、よいしょよいしょ。ありがとう、またね、おやすみ。はい、お風呂入ります、バイバーイ。もうみんなお風呂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 、うるさい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 。うるさい。
るさいうるさいうるさいうるさい、静かにしてください。今言われなくてもわかります。バイバーイ。おやすみなさーい。3、2、1。うん、うるさいうるさい。バイバーイ。